はい、こんにちは。 Web ビジチャンネル高原です。このチャンネルでは、Web を使った集客、ビジネス、SEO、Web マーケターとしての仕事を疑似体験して学べるような動画をお送りしております。ということで、今日はですね、準備が9割、記事を書き出す前の準備のリサーチについてというテーマでお送りしたいと思います。で、今日はですね、その記事を書く前にやってること何ですかとか、あとライバルのリサーチどうやってますかっていうような内容のご質問を複数いただいたので、そこをテーマにしたいと思います。で、個人的にはですね、ここめちゃくちゃ大事だと思ってて、ぜひ何かしらこうコンテンツを作ってる方、集客をやってる方だったりとか、ブログとかアフィリエイトをやってるっていう方は、ぜひここは参考にしてもらえたらなと思うものなので、見てほしいなと思うんですけど、一応僕自身その5000記事とかこれまでにもう7年間ぐらいかけて作ってきて、アフィリエイトメディアの運営だったりとか、企業さんの集客用のオンドメディアを運営してきたりとかしてます。で、その月間のアクセスでいうと、その30万 PV ぐらいのメディアを複数作ってきたりとか、あとはいろいろなものも売ってきましたし、いろいろなモデルの資料請求だったりとかっていうのも取ったりとかしてきました。で、そういう中で経験がいろいろたまってきているので、その中で一番大事だなと思う部分をお伝えできればなと思います。ということで、今回はこんな感じの目次で進めていきたいなと思います。では早速いってみましょう。はい、まず大前提なんですけど、僕の中でというか、僕らがそのコンテンツを作る中で、考えているところが一つあって、それはですね、記事は2つの種類があるということなんですね。で、1つ目何かっていうと、自分の思いとか自分の価値観、自分の商品、サービス、会社なんかを知ってもらうために作る記事ですね。で、もう1つのパターン、どういうものかというと、相手が調べていること、悩んでいることで、相手が抱えている問題だったり、課題だったり、疑問だったりっていうものに対して答えを返すために作る記事、コンテンツになります。で、要はこの2つなんですね。自分のことを話す記事なのか、相手の疑問に答えるための記事なのかっていう2種類です。で、サイト運営だったりとか、SNS とか、この YouTube チャンネルとかも全部そうだと思うんですけど、基本的にですね、コンテンツ制作とか、メディア運営において作る記事、コンテンツの9割は、後者です。要は相手の疑問に対して答えるコンテンツです。これが9割だと思ってもらった方がいいと思います。で、極端な話、僕らどういう感覚でサイト作ったり記事作ったりしてるかというと、例えば100記事あったら99記事は、読者の疑問に答える、お役立ちのコンテンツで、1記事だけその自社の製品を売りたいとか自分の PR をしたいとか、っていうような、セールスのコンテンツになります。だから 99.1 ぐらいでいいぐらいの感覚で読者の疑問に答える方が優先でっていう感じですね。で、これ企業さんでもですね、個人のアフィリエーターとかブロガーさんとかでも、ここを間違えてる人がめちゃくちゃ多いって思います。で、ベースの考え方としてですね、そのセールスをして反応が得られる、セールスをして興味を持ってもらえるのは、もう膨大な量のお役立ちの情報、膨大な量の人の疑問を解決しているサイトだけです。で、なんでかっていうと、何度も自分の疑問を解決してもらったからこそ、あなたのことを信頼して、お金を出しても騙されることがないだろうっていうような感覚を持ってもらえるっていうのがあります。で、お客さんにセールスの話を聞いてもらえるのは、その人の疑問とか悩みをもう何度か解決した後だと思うんですよね。で、やっぱり信用してない人、この人誰か分かってないっていう状態での相手 その売り込みっていうのは、もうはっきり言ってやっぱりうざいだけじゃないですか。売り込みをされて話を聞く気になるのは、この人が信頼できるっていうその感覚を持った時だけなんですね。ということで、企業であれ、お店であれ、会社であれ、アフィリエーターであれ、情報発信で、お客さんを集めて何か販売したい、ビジネスにつなげたいっていうふうなことをやるのであれば、まずはですね、相手の疑問に答える記事、相手の疑問に
応えるコンテンツっていうのをたくさん作るっていうところがまず最初です。でまあかなり感覚的になるんですけど、まあ、僕の中 の持ってるイメージというか感覚ではその無料で3個ぐらい相手の疑問とか悩みを解決してあげたら初めてその有料 の僕がやってるサービスの話を聞いてもらえる、興味を持ってもらえるっていうような感覚で僕は仕事をしています。でまあ例えばこうウェブ制作、ホームページ制作をやったりうちもしてますけど、まあ、そういうものでいけば無料で3回ぐらいその集客とか、サイトの作り方、どういう業者に発注したらいいんだろうとか、どうやったらお客さんが来るだろうというようなあの、まあ、疑問に対して3個ぐらいあの解決してあげるっていうのをやると、まあ、初めてこう有料でなんかこう仕事の、ね、こう話に進めるみたいな感覚です。そこまでやるとなんか初めてこう、あ、じゃあ高原さんのところでちょっとこれこういうのを作りたいんですけど頼めますかねみたいな話をしてもらえるようになるっていう感じですかね。なので、まあ、アフィリエイトサイトとかブログとかも全く一緒で、まあ、3回は最低でもその人 の疑問とか悩みをサイト内で解決してあげる、それをやると初めて、あ、このライターさんが言う商品ちょっと買ってみようかなとか、あ、このライターさんがおすすめしているこの商品ちょっと使ってみようかなみたいな感覚になってもらえるわけですね。なのでとにかくまずは読者さんのお悩みとか課題を解決してあげるコンテンツをどんだけ作れるかっていうところが基本になります。はい、っていう大前提を踏まえた上で記事の準備に入ります。僕の場合あのリサーチを最初にやるんですけど、というかほとんどの人はリサーチをすると思いますし、リサーチをしないと多分話にならないと思うんですけど、僕の場合これを2つの視点で見て始めます。で1つ目の視点は読者さんの目的、読者さんが何かを調べている目的、読者さんが何か解決したい問題は何だろうっていうのを、まあ、推理するためのリサーチですね。これは調べるというより推理っていう単語を使ってるところにこう、まあ、味噌があるというかあれなんですけど、やっぱり推理していくんですよね。あの直接なんか聞くというよりはその言動、その行動からこの人は本当は何を探してるんだろうっていうものを、まあ、推測していくっていう意味で推理っていう感じですね。でもう一つのそのリサーチの目的は、その読者さんの目的に対する解決策を、まあ、ライバルがどんな感じで、どんな方法で、どんなクオリティで、解決策を提供しているのかっていう、まあ、競合調査っていう意味でのリサーチです。なので、2つの視点はその読者さんの目的を調べるというところと、ライバルのサービスのクオリティを調べるという、まあ、この2つですね。で、2つの視点でリサーチするんですけど、まあ、実際の作業は、まあ、これを同時にやってるようなイメージです。で具体的に何するかっていうと、こうメモを取ったりとかしながらこうあれこれ検索してみるみたいな作業になります。はい、で1個目、読者の目的を考える時のリサーチなんですけど、これを探る時はおおむね、1つがその検索キーワードから自分で考えてみる、で2つ目がその人気のコンテンツから考えてみるというような作業をやっていきます。まあ、例えばですね、ユニクロフリースでこう何かこうコンテンツ作ろうかなっていう時は実際にそのキーワードで調べてみます。ちょっと最近あのフリースを買ったので例えばそれで申し訳ないですけど、まあ、例えばユニクロフリースで検索するとまず1個目としてその関連キーワードで、ユニクロフリース990円とか、ユニクロフリース暴風とか出てきたりするわけですね。これちょっと今僕が今話してる時の検索の関連キーワードで出てきたやつなんですけど、まあ、これを考えるとですね、まず例えば暴風っていうキーワードで調べてる人がいるわけなので、まあ、外出する用のフリース で暴風機能ありかなしかで迷ってる人がいるんだなっていうのが分かるわけですよね。他には990円っていうキーワードも入ってたので1000円以下の安いやつを探してる人がいるんだなみたいなことが分かるわけです。でなるとそのおしゃれ着として使うようじゃなくて、もしかしたらこう部屋着として使うのか、なんかこう外でなんかガシガシ作業しないといけない時にこう羽織れるようなものを探してるのかなみたいなところをこうだんだん推測できるわけですね。でさらにその実際に検索してヒットしてきたこう、まあ
出てきた動画とか記事を見ていって、どんなことが書かれてて、まあ、どんな疑問をみんなが持ってるのかっていうのをこう分析していくっていう感じですね。で、僕がやる場合は基本的にその上に来ているコンテンツはその YouTube でも記事でも全部見ていきます。で、この時の考え方として大事なのが、検索して上に出てくるものっていうのは基本的にそのキーワード、その検索における最適な一番の答えになっているというものを Google がピックアップしておすすめして表示しているわけですね。なので、少なくとも今検索上にあるコンテンツの中で、ベストプラクティスというか、そのベストな回答、今のところのベストな回答はこれだよっていうのが出てるわけなので、そこを調べていくっていうのは大事になります。で、例えば僕もちょっと調べてみて分かったんですけど、1000円以下のフリースっていうのだったら、意外とユニクロだけじゃなくてワークマンにいいやつがあるよとかいうのが検索で出てくると、おお、そうなんやと、選択肢ちょっと広がったなっていうので、めっちゃありがたいわけですよね。で、こんな感じで検索の関連語とかから、何を調べて何を迷ってるのかっていうのを考えていく、推測していくっていうのが非常に重要な作業になっていきます。はい、で次の視点なんですけど、ライバルのクオリティ分析するっていうところで、その読者の目的を探すっていうのと、同時並行的にライバルの記事のクオリティっていうのを分析していく作業も行います。例えば、上がってる記事の中に、めちゃくちゃ綺麗な画像があって、綺麗な画像があってなりました。綺麗な画像があって分かりやすいなとか、なんか1000円前後のフリースをこうメーカーごとに表にまとめてて、あ、めっちゃ分かりやすくて助かるなみたいな。とかをこう見ていくわけです。で、こういうその競合のサイトとか記事とかコンテンツをこう見ていく中で、じゃあ自分は試着したサイズ感までこう画像で伝えてみたら、もっと他のサイトよりも分かりやすくなるかなみたいなことで、工夫を考えていくわけですね。で、これも具体的に何やるかっていうと、もうひたすらライバルのコンテンツを見て、いいところ悪いことっていうのをこう気づいたところをもうひたすらメモしていくっていう、もう単純な作業になります。例えばその画像すごいいいけど、なんか字がちっちゃくて見にくいなだったら、そういうことも書くし、なんだろう、ブログで情報はいいかもしれないけどアドセンスの広告多すぎてちょっとうざいなとか、 あとはこう結論までなんかやたらと引っ張っててなんかもうイラつくなとか、そういうところをこうメモっていって、自分はもっとこういうふうに改善したものを作ろうっていうのを考えていくわけですね。はい、あとは一番の解決策を提供するだけということで、個人的にはですね、もう記事を作るというよりは、読者さんの課題解決の無料サービスを作ってるっていうような感覚でコンテンツを作っています。企業でいうと、ソリューションって言ってもいいかもしれません。なので記事を書くというより、もう無料のソリューションを作ってるっていうふうに思った方がいいです。もしですね、どういう、イメージ的に言うとですね、もしこうお店を出す時のリサーチをするとするじゃないですか、市場のリサーチをするっていう中で、じゃあそのオフィス街だったとして、その辺をこう歩いてる人のニーズとして、素早く食べれて、でも夕食までにお腹にたまる、早く食べれるけど夕食までお腹を持たせるランチを食べたいっていうような需要があるとするじゃないですか。そしたら、それを他のどの店よりも満たせるメニューを頑張って考える、そして出店するっていうことをやると思うんですね。で、そういうのと一緒でですね、例えば分かんないですけど、この例だったらなんか餅入り和風そばみたいなものはどうだろうみたいなことをこう考えていくわけじゃないですか。なんか注文してすぐ出てきて、でも夜までお腹もたまるようなものを作ろうみたいな、この辺をこう試行錯誤して、お昼休みのこう素早く食べれて夜まで満腹需要を満たせるサービスソリューションはないかなみたいなことを考えてビジネスをやっていくっていうのをみんなすると思うんですけど、記事を考える時の手順ももう全く同じなんですよね。読者さんはその何が目的でこのキーワードを調べてるんだろう、検索で何か調べてるってことは、その先に何か解決しないといけない問題があるはずなので、そこを考えないといけないわけですね。で、それをどうやって調べるかっていうと、例えば関連キーワードから推測していったり、例えばライバルが記事で提供している
情報ですね、これはもう解決策なので、そこから逆算して何を求めているかっていうのを推理していくというわけです。まあ、例えば、うちの奥さんが最近 iPhone の13新しいの買ったんですけど、じゃあ iPhone13 で調べてる人は、まあ、何が目的で iPhone13 調べてるんだろうということを推測していかないといけないわけですね。でここで、まあ、下手くそな人というか慣れてない人は iPhone13 っていうキーワードだからっていうことで、単純にその料金とか、発売日とかスペックとかをそのままポンって書いておしまいですっていうふうにしちゃうわけですね。でも実際はその iPhone13 を調べている先に何かがあるわけです。例えば、今回の iPhone は買いなのか、それとも来年まで待つべきなのかっていうことを判断しようとしているっていうことだったりするかもしれないわけですね。でそうなると、それに対しての答えが書いてなければ選んでもらえるコンテンツにはならないわけです。でこんな感じで、記事を作る前にやるべきことは、相手が何の目的でこのキーワードを調べてるんだろうっていうことを考えることですね。でそのヒントを探るために関連キーワードとか、知恵袋を調べたりとか競合サイトの情報を調べたりとかっていうことで、チェックしていく。で時にはお客さんにアンケートしたりとか、実際に取材してみたりとか、もし飲みに行けたりとかして、深く聞けるのであれば飲みに行って深く情報を知った方がいいかもしれないですし、まあ、そういうことをやっていくわけですね。でとにかく、まあ、いろんな作業をやるんですけど、重要な目的は相手が検索をしている、相手がコンテンツを見ている目的は何かっていうのを見つけ出すことです。で、これができる人は多分記事とかサイトとかはもう当然作れると思いますし、普通にビジネス の成功率というか精度もぐっと高まっていくはずだと思っています。ということで、今日はこの辺で終わりにしたいと思うんですけれども、このチャンネルでは SEO だったりウェブを使った集客、マーケターとしての仕事や考え方を疑似体験して学べるような動画を作っていこうと思います。よかったらチェックしてみてください。気になること、知りたいことがあればコメント欄で教えていただければ、ニーズが高いものがあれば動画を作っていきたいと思います。ではまた次回よろしくお願いします。